はいどうも、日本のとある情報発信者です。おはようございます。今現在朝の7時45分です。めちゃくちゃ眠たいんですが、急遽急いでカメラを回しております。なぜかと言いますと、私が昨日の夜に郵便受けと宅配ボックスをチェックしたんですが、宅配ボックスの方に Amazon の箱が入ってました。はい、こちら。はい、こちらです。まあ、さっき朝開封しちゃったんですが、話戻しますと、昨日の夜にこの箱とりあえず部屋に置いて、ちょっと他のことをいろいろやってたんですが、私最近 Amazon も楽天も何も注文した記憶がないんで、まあ当て名も特に見ずに、奥さんがいつも注文してるこのバリスタの、ミルクですね、粉のミルク、それが入ってんだろうなと思って、結構1ヶ月に1、2回来たりするんで、とりあえずそこに置いといたんですが、朝奥さんの方に荷物届いてたぞって言うと、ちょっと宛名確認したら私宛ての宛名になってたみたいで、重さが 1.8 キロって書いてあって、結構重たかったんですよね。でとりあえず朝開封したら、なんと何が入ってたと思いますか？ミルクじゃないです。オイルでもない、オイルフィルターでもない、バイクのパーツでもない。さあ開けましょう。まあ開いてたんですけどね、開けたんですけどね、マジびっくりします。行きますよ。3、2、1、ブンブン。はい、イースト361X2、しかもアルティメットキット。すごくないですか？すげえ。はい、開けたらこちらが入ってました。やべえやつじゃんこれ。なんでアマゾンの人間違ったの？思わずツイッターにつぶやいたら、アマゾンさん公式から返答が来てしまった。495円のテープを注文して早朝に開封したら、インスタ360が入ってんだから驚くに決まってんだろ。アマゾンの注文履歴確認したら、確かに3日前にこちらの養生テープを1個注文してたんすよ。それにして箱でかいなと思って。でもアマゾンってたまに過剰梱包とかあるじゃないですか。いつこんな薄っぺらいステッカーをこんなでかい箱で運んできたりもするし、そのつもりで開けたら、インスタ360 1X2 が入ってんすよ。しかもアルティメットキットってこれ7万ぐらいするやつっすよ。で俺一応自分のカードっていうか注文履歴確認したんすけど、注文もしてないし、カードの引き落としとかもないし、確かに今月このインスタ 360 1X2 買おうと思ってたんですよ。でも 690SMCR の修理代も来たし、1年点検とかバルブクリアランス調整とかで結構出費がかさんだんで、とりあえず来月以降に先送りしてたんです。そんな折に欲しかったインスタ360が Amazon から送られてきたんですよ。案件か？確かにいろんな人にインスタ360欲しい欲しいって結構言ってたんですよ。でこれがあれば結構撮影の幅が広がるし、モトブログには結構必要なカメラだと思ってたんで、結構会う人に欲しい欲しいって買ってくれって意味じゃないですよ。そんなこと言わないですよ。めっちゃ言ってますやん。言ってたんですけど、唯一買ってくれって言った人間がいるんですよね。冗談で登録者が1000人いったら、インスタ 360 1X を送ってって言った人がいたんすよ。言うてますやん。ちょっと思い当たる節あるんで LINE してみました。こちらです。あなたに、はい、犯人は
大隅皇太子殿下萩橋でした。お、萩橋童貞ですね。あざっす、ありがとうございます。まさか本当に送ってくるとは思わなかったんで、前買ってくれって言った時も確かふざけんじゃねえよって言われたんで、やべえなこれ。はい、で萩橋はうちの動画にも結構出てるんですけど、まあ放牧系男子だとか自己中だとか無責任で人を約束ができない社会不適合者とか、まあ結構めちゃくちゃ言われてる人なんですけど、っていうか俺が言ってんすけど、お前か、朝の6時とか7時もめちゃくちゃ LINE してくるし、その LINE も1回で送りきらないで分割して送ってくるから、朝からパン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  LINE が鳴るんすよね。そういった人間なのになんでこんな心遣いできんだよ。ただより怖いものはねえぞ。これからいじれねえじゃねえかよ。嘘です、クソいじり倒します。まだまって言ったらよ、バイクの修理代払えるじゃねえかよ。メルカリに出、クズの中のクズ、嘘です、誠にありがとうございます。今後も変わることなくあなたにご飯をおごり続け、あがめつか祭り松田へまであなたのことを語り継いでいくことをここに約束します。そして万が一このチャンネルがバズり収益に余裕ができた場合には、あなたにバイクをお供えすることをここに誓います。君とどグロムとかでいいですか。グロムを愛し、グロムに愛された男ハニは本国火薬めちゃくちゃ重たいですね。これうわ、いきますよ。はい、開けるとこの状態になっております。チェックしていきます。はい、こちらがカメラ本体になります。どうでしょう、まだレンズカバーもついてます。当たり前やん。でお次、この見えてるやつですね、これも名前がちょっとわからないんですけど、調べろ。でこちらの本体の下に取り付けて、で紐を伸ばした状態でブン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 振り回すと、まあ自分を囲って360度めちゃくちゃ綺麗な映像が撮れるっていうやつですね。はい、こちらはバッテリーの充電器です。はい、そしてこちらがケーブルになります。はい、でこちらが、はい、バッテリーが入っております。バッテリーは1個ですね。また貼りました、後で2個ぐらい送っててください、よろしくお願いします。追加投資です。はい、でこちらが何でしょう、ワンベイウェイ。はい、こちらがこの本体のカバーになるみたいです。ちょっと付け方わからないな。元ブログやってると多分飛び石とかああいうのでめちゃくちゃレンズに傷がつくと思うんで、これは必須ですね。ありがとうございます。結構重さあるな、 300g ぐらいかな、後で調べてみよう。 107g。 こちらの箱が、はい、こちらが使ってない時にカバーしておくやつですね、こうやって。はい、でこちらの箱は、あ、取説、はい、マイクロ SD カード入ってました、ありがとうございます。はい、こちらはなんかのイヤホンとかの端子ですかね。はい、ステッカーありました、かっこいいですね。これバイクに貼っておきます、ありがとうございます。で残りは、なんだこのクニクニは。はい、これが、はい、カメラのケースになります。ちょっと入れてみましょう。はい、はい、はい、綺麗に収まりました。はい、で最後こちらが自撮り棒になります。長さをちょっと伸ばしてみましょう。ウェイ、長さがだいたい 1.2 メーターぐらいですかね。うん。多分バイクで使うんだったらまた別のやつを買わないといけないかもしれない。ありまし、追加投資よろしくお願いします。あざっす。気持ちのいいクズ。ちょっと撮影してみたいと思います。レッツゴー。ちょっと散らかってるんでそこは勘弁してください。
走行動画撮影は梅雨明けまで待ってね。ご視聴ありがとうございます。これが聞きたかったんだろう。